はい、ということで皆さんどうもご無沙汰しております、三条ございますけれども、ここは JR 西日本最大の駅大阪でございます。今回はね、僕 YouTube 始めてからこれ一番過酷な撮影になるんじゃないかなと思ってるんですが、前々からどうしてもやってみたかったチャレンジにですね、挑んでいきたいなというふうに思っております。というのもですね、この大阪からぐるぐるとですね、大阪市街を回り続けている路線があるんですよ。それがちょうどここから一番奥の方、1番線2番線のところなんですが、大阪環状線と呼ばれる路線です。東京にもずっとひたすらね、ぐるぐる回り続ける緑色の山手線というのがあると思いますが、まあ、それの大阪版って言っちゃえばそうなんですね。でね、ここでちょっとね、疑問が生じるわけですよ。ちょっと待って、回り続けるっていうことは、これ一日中ね、要は座っておけばですよ、ずっとこの辺りをぐるぐると回ることができるっていうことなんですよね。24時間これ大阪環状線に乗り続けたら、これ何周できるんだろうと思って、今回はですね、この大阪環状線に24時間乗り続ける大阪環状線24時間生活というのをやってみたいなというふうに思っております。やっぱりちょっとね、僕も引っ越し先とか考えてまして、内見がてらね、この大阪環状線の中住んでみたらね、どうなるんだということで、新しい新居探しをしている方必見ということでですね、今回そのルールなんですけれども、これ簡単。まず一つ目は、1日中これから先24時間ですね、大阪環状線に乗り続けるというのがまず一つです。ただそうするとお手洗いであったりだとか、ご飯を食べたりしないといけません。トイレとご飯をこれ車内でやるっていうのはですね、満員の車内ですから、やっぱご飯とか食べるのはちょっとマナー違反になってしまうということで、2つ目のルールなんですけれども、15分の休憩、15分間の休憩をね、これ3回取ることができるということでいきたいと思います。ただこれは改札の中に出てはいけません。つまりトイレにしても、まあ、ご飯にしてもですね、大阪環状線内の駅構内で全部完結するというルールでいきたいと思います。なので結局この大阪環状線内にはひたすら24時間いるということでですね、これから今ちょうど時刻が9時半なんですが、朝10時から翌日の朝10時まで、果たしてこれ何周できるんだろうかと、まあ、そういうことも含めましてですね、やっていきたいというふうに思っております。まず準備でございます。10時までまだ時間あるな、大丈夫やな。今回その大阪環状線のこの構内しか使えませんので、駅の外でね、準備することができないということで、ちょっと必要な生活ですからね、こっちは構内で揃えていかないといけないわけですよ。ちょっとね、あの環状線に乗るっていうのが確かに娯楽なんですけど、まあ、それ以外にね、主な娯楽がないもんですから、あったあったあった、やっぱあったよな。そうそうそう、大阪駅のね、改札の中で結構コンビニあるんですけど、多分これ特急ホームの中だけじゃないかな。これめちゃめちゃいいぞ、めちゃめちゃいいこれあの、今から列車乗る人に向けて、列車の中では起きる殺人の、まあ、まあもちろんフィクションなんですけどね、西村京太郎サスペンスが並びます。購入しましたこちら、十津川警部2冊、これちょっととりあえず列車の中で読もうかなと思ってます。今回しっかりね、生活とは言ってますけどもね、まあ、マナーを守りながら、マナー守るやつは24時間乗り続けないって、いやそれちょっとやめてください、それだけちょっとごめんなさい、聞こえないんで、はい。さあ運命の大阪駅、1番線2番線にやってきました。まさにこの2つのホームから環状線が出てるんですね。ただね、この大阪環状線ってね、恐怖の路線って呼ばれてて、なぜかというと東京の山手線とは違って、ひたすらぐるぐる回り続ける列車だけではないんですよ。発着する列車がね、内回り見てみると、行き先見てください、大阪環状線内回り西九条新今宮方面、その他ユニバーサルシティ奈良関西空港和歌山と、これね、環状線の遠心力によって各地方に飛ばされてしまうという、環状線外のところに行く列車っていうのが結構な本数出てるんですね。例えばこれやったら大和路快速乗ると奈良方面に行っちゃいます。その次のに乗ると今度は西九条からそれってユニバーサルシティに行ってしまいます。でこの関空紀州路快速も関空と和歌山に分かれていくんで、この中でずっと回り続ける列車ってこれだけなんですよね。10時4分発西九条新今宮方面行き。さあそしてここで時刻は午前10時を回りました。これからですね、いやどっち乗っていこうかなと思ったんですが、今回ねこれ内回りの方が大阪から混んでるイメージなんですよ。だから今日はねひたすら外回りで行きたいと思います。普通列車10時4分発これがあるんで、チャレンジスタートの列車でございます。大阪市街をぐるぐる回り続けます。一番頑張り屋さん、言い方を変えれば大阪一ブラックな路線と言ってもまたいいんじゃないでしょうか。もちろんあれですからね、運転手さん等はしっかり法令で定められた勤務時間にのっとって安全に乗務されているわけですが、いやー一日中回り続けるこの環状線にですね、僕もちょっと便乗させてもらいましょう。
10時4分 JR 西日本をご利用くださいまして、西日本最大のターミナル大阪を出発です。この電車はドアが閉まります。ご注意ください。今回ね、この大阪環状線にずっと乗り続けるということなんですけど、普通にね、片道切符とかで環状線を一周することはこれできないんですよ。これ注意が必要です。このチャレンジにあたって特別なね、フリー切符があります。京阪神エリア自由周遊区間ということで、大阪楽遊切符っていう大阪のね、施設になんかいっぱい行けるっていう、そういう切符があるんですけど、それを買った人限定でつけることができるエリアバスになってます。2日間でね、なんと1300円破格ですよ。大阪環状線はまさに JR 西日本におけるアーバンネットワークの中心路線、要として機能を果たしております。これね、意外にもぐるぐると一周回るね、運転を始めたのは1964年ということで、割とね、新しいんですよね。東海道新幹線開業の年と同じ年からやっとこの一周回る列車っていうのがね、走り始めたんです。それまでは部分部分での開業っていうのがあったんですが、路線自体が完了してなかったんですよね。もともとね、昔からあった上東線という路線、それから西成線という路線、あとは関西本線のね、貨物支線、さまざまな路線の一部区間をですね、高度経済成長期に新線を作ってね、接続させたっていうのが環状線全通のね、きっかけということになってるんです。列車は京橋に到着です。ここで京阪線との接続、あとは JR 東西線、学研都市線もつながっています。あ、キュービーハウスあるなマジで生活できんじゃない。15分のあの休憩が3回取れますから、まあ、やろうと思えば髪の毛だってね、切れるわけですよ。やりませんけどねそれももったいなすぎるでしょ。大阪環状線の全ての駅の数は19駅です。全長約20キロ、一周だとだいたい40分ぐらいの路線です。見えた見えた、大阪城です。進行右側、奥の方、大阪城公園から次の駅は森の宮です。わずか 1,2 分ですね。あっという間に着きました。さあ、鶴橋に着きました。ここでね、これ何がすごいって、鶴橋は近鉄線とのね、改札内乗り換えをすることができるんですよ。 JR 線と近鉄線のね、入り口がくっついてるっていう、まあ、そういう改札があるんですけど、これがまあね、引っかかる人が多い。もう朝ラッシュの時とかすごいですよ。ピンポン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 みたいな、日本で一番お客さんが引っかかってる改札なんじゃないかな。大阪環状線特有のこの駅別のね、出発メロディーが響きます。桜の宮とかやったら大塚愛さんのさくらんぼなんですよね。チャンチャンチャ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 、ほら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 、これ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 ですよ。乗り換え専用改札、こっからもう改札通ったら近鉄の駅でございます。さあ、そして進行右奥に見えてきました。こちらなんといっても大阪の新しいシンボルでございます。高さ300メートルを誇りますアベノハルカスです。アベノハルカスが見えてきたら列車は天王寺到着の合図です。このね、天王寺から先、阪和線とか関西本線が分岐していきまして、さまざまなところにね、路線が散らばっていきます。まあ、逆もしっかりで、いろんなところから線路が集まるということもあって、乗降者数もかなり多い駅です。だいたい天王寺までで18分とか、まあ、20分ぐらいですね。なのでほんとちょうど半分ぐらい。ここからは今度反対側、さらに大阪を目指して走ります。この時点でね、行き先が西九条大阪方面になってるんですよね。そう、ついにもうまた大阪の文字が出ましたよ。ひたすらにこの列車はどこかに進んでるわけではありません。何度離れてもね、また戻ってくるというね、ちょっと絆の強ささえ感じますが、まさにこの前面部分にも書いてある通り、大阪ループライン、ループし続けます。続きまして見えてきた奥の方にはですね、こちら大屋根、先ほど出発した大阪です。列車は福島に停まります。これが大阪環状線最後の駅です。
そして進行左から東海道線が合流、大阪環状線ができる前からやっぱりまず最初にですね、この大阪の地に鉄道がやってきたのはこの、おお、ちょうど AC とかついてるな、東海道線でした。当時は関営鉄道ということで、まあ、この大阪環状線がね、なぜ最初から環状運転じゃなかったのか、バラバラの開業だったのかっていうのはまさにここで、昔っていろんな私鉄があったんですよ。もう本当に乱立してましてですね、そのいろんな路線っていうのを全部国有化してですね、日本国有鉄道を経て今の JR に至っているわけですが、だからそれぞれ最初は別の、ね、鉄道会社の路線だったから、まあ、だからこれ一周っていうのがですね、なかなか1961年まで完成されなかったんですね。ここから2周目、大阪環状線2周目はですね、ちょっと環状線一周がどんな感じになってるのか、どういうルートを通ってるのかっていうのを含めてね、詳しく見ていきたいと思います。さあ大阪駅の外回りの普通が出発です。このね、大阪からこの先玉造りまでの区間っていうのも比較的古い区間で、歴史は1895年まで遡ります。当時の大阪鉄道という私鉄がですね、開業させたのが始まりの区間です。ちょうどここで左側に分かれていくのが東海道線です。もうあっという間、一瞬だからこの大阪で落ちちゃうということなんですね。やっぱりなんといっても線路4本、神戸から東京を結びます大幹線でございます、まあ、そこと接続するような形でこの大阪まで延伸されたっていうのがこの区間の始まりなんですよ。そしてかなり急なカーブが始まったら、列車は京橋到着の合図です。先ほどのこの辺り紹介しましたが、京阪線、地下鉄線等との接続があるところです。やっぱりこれ路線と路線のね、交わるところって栄えるんですよ。でこの大阪鉄道のこの区間と、もう一つこの近くにかつて片町というターミナルがありまして、そこまで伸びていた浪速鉄道というのがあってですね、浪速鉄道のターミナルは片町でした。当時はね、たくさんの施設があったって言いましたけど、それぞれのターミナルをですね、この大阪中心部に持ってたんですよね。その片町に行くための路線と大阪に行くこの路線のちょうど交点がこの京橋だったということです。さあ列車は森の宮を出発して、見えてきたのが玉造です。この先玉造から天王寺までの区間がこの大阪環状線内で最も古いところ、歴史深いところでございます。そう、これが始まりなんですよね。ここも大阪鉄道が敷設したのが始まり、その後いろいろあって国有化されて JR 西日本の路線として列車が走り続けているわけですが、そう、この玉造りなんだよな。いいねいいね、このガード下、この雰囲気でございます。昔からあるこの高架区間、全線が電化されて複線化されるにはもうちょっと時間が経つわけですが、だからまあ完全に開業当時のままでは全然ないんですけども、ただ確かにこの地にですね、1800年代から線路が敷かれていたっていうのは変わりません。天王寺に着きます。お出口は右側です。このね、天王寺では割とね、長時間停車します。結構ね、ゆとりのあるダイヤです。その間にこれ見えるかな、和歌山関空方面からやってきました関空紀州寺快速、この列車が先に出発していきます。環状線って書いてますね、行き先、まあ、これはね、あくまでも環状線に入ってるからね、環状線と書いてるだけで、ずっとぐるぐると一生回り続けるという意味ではないんですよ。ちょっと難しいんですけどね、うん、関西の方だったらまあなんとなく言いたいことは分かってくださると思うんですが、ここでね、進行右側を見ないわけにはいきません。さっき阿部のハルカス見ましたが、天王寺出てすぐ右側こちら、なんといっても大阪のシンボルといえばこれでしょう。どれだけ通天閣を超える高い建物が現れても、これはね、心に立ってるもんですからね。大阪のシンボル、通天閣です。手前にはこれスパワールド、これもなかなか立派な温浴施設でございます。プールもあってね、なんか1000円とかで入れた気がしますけど、僕も友達とよく行きました。この辺りなかなかディープなスポットということで知られております。大阪市今宮、石成とかもね、この近くにありまして、ホルモンがね、本当に美味しいです。お、ちょうど奥の方から見てきたのがはるかです。関空特急はるか、京都から東海道線を通って
若本線等を通りながらですね、新大阪、大阪、そして西九条の方から環状線を通って、この先天王寺からね阪和線に入っていきます。なんでこの春香とか黒潮とかがね環状線の中で見られる特急列車ですね。この辺りの区間はね本当に新しい区間です。ずっとね天王寺から西側の区間っていうのはね開業してなかったんですよね。貨物線とかいろいろありまして、まあ、そういったものをつなげてまた線路を新設したりしながらこの環状線の西側が完成しています。上東線、西成線とかって言いましたけど、まあ、その名の通りですね、この大阪環状線で言ったら東側は基本的にだいぶ昔からあるんですよ。最後こう環状運転をするにあたってですね、西側の方を整備してこれで一周ぐるっと回れる、そういう路線になりました。さあここで進行右側、これすごいよ。上から見てもねよくわかるんですが、宇宙船がねほんと不時着したみたい。もうこれ何回も言ってると思いますけど、京セラドーム大阪です。今シーズンはオリックスもやっぱ強くて阪神も強かったです。日本シリーズは関西ダービーということで頂上決戦がねまさにこのスタジアムで行われます。列車は弁天町に到着。これ今ちょうどねある路線とすれ違ったのがわかるかな。今すれ違ったんですけど、なんとこれすごいのが JR 線よりも高いところにある地下鉄なんですね。今高架大阪メトロ中央線です。そうあそこがね日本で最も高い地下鉄の駅だそうです。ビル何階 ?5 階分とかそれぐらいに相当する高さですね。まさにねこの今通ってるあたりが本当に大阪環状線の中でも一番新しいトップレベルに最近開業した区間です。1961年、これが環状線の成立の年になってます。まあ、成立してからも実際にはですね線路自体はあったものの直通で運転するということができなかったそうで、その3年後1964年から一周運転が始まったそうですね。今ちょうどすれ違ったのがこれが環状線内の特急黒潮号です。この先天王寺から阪和線に入って、まあ、遥かと一緒なんですが和歌山そして白浜新宮方面を目指します。いやすごいよな、こう見るとたった40分でこのね大阪の主要な都市、また乗り換え駅さまざまなところを通りながらまた大阪に戻ってくるわけです。不死鳥のごとく。いや東海道線も案の定この運転本数ですよ意味わからないよな。内側線外側線、普通列車を外側からまくっていきます。新快速姫路行き、これで2周目か時刻は11時31分です環状線24時間生活も1時間半ということになりました。飽きたとか言わないでくださいね。これから22時間半ずっとこれが続きますんで、はい、ちょっとね2週経ってるからそろそろね足も疲れてきたんで、生活ですからね、先は長いですから休み休みちょっと行かないといけないな。やばい、ちょっと言い忘れてたんですけど、この環状線って8両なんですけどトイレないんですよ。だいぶやばい。 でもそうは言ってもね、この環状線の中にね黄色い淀川を流すっていうことはちょっとできませんので、なんとかちょっと波が収まるのを待つばかりです。いやちょっとね一個心配してるのは、まあ、食べ物とかはね環状線のね、例えばさっきの鶴橋の駅のもうホーム上とかにもロッテリアとかあったし、まあ、トイレもね別に駅のホーム上にあったりするんですけど、風呂はないよなさすがにないよな。環状線の中でね未だかつてシャンプーしたやつは絶対いないと思うんですけど、まあ、そんなこと言ったらもう大犯罪ですからね。天王寺に着きました。 2.5 周してることになると思うんですけど、ここで初めてね座りました。でこの環状線のねありがたいところ、ほら端っこの座席がなんかほらくつろいでくださいスペースみたいなのがなんか空いてるんですよ。なかなかなくないですかこれ。こうやってほらこうやって持たれたら、あーもうやばい、完全にこれはこちらの列車までお待ちください。よし、なんか謎の飲み物を飲んだ後はですね、この24時間生活1冊目の読書でございます。十津川警部長野新幹線の奇妙な犯罪ということで、鉄オタから言わせていただきますと、正確にはこれ長野新幹線という新幹線は存在しません。北陸新幹線の一部区間は禁止されております。
お手回り品をお確かめください。持ち主のわからない不審な荷物がございましたら、いや、なかなかいい本だな。ちょっとスラスラ読み進めてますけど、時刻は13時2分です。もう何回大阪着くんだよ。もう何回目だ。ちょっとね、本に熱中していて、まあ寝てたんですけど、多分4週目だと思うんですよね。だからこっから5週目かな。時間としては10時から始めて3時間経ってます。今ちょっと調べたらね、4週目ですね。4周して大体160分で、まあ停車駅でね、多少時間ちょっと止まったりするんで、それも全部入れて多分15分から20分ぐらい調整時間があるはずなんで、これで4回目の大阪です。大阪から天王寺を通って、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 あと2駅で鶴橋ということでございます。あのね、やっぱり15分でしょう。なんとしてもね、この時間を有効活用したいと。だから降りてからもうすぐ、なんなら一歩でご飯食べるところどこだろうってなった時に、いろんな駅の構内にご飯入ってるんですけど、ご飯屋さんね、ちょうどね、鶴橋でさっきロッテリアがあったでしょう。もうこれホーム上にあるんだよな。で、多分環状線で言ったらちょうどこの前の方、外回りの前の方に乗っとけば、もうドアトゥードアでロッテリアに入店することができるはずなんて15分で、それもロッテリアだったらファストフードですからね、まあすぐ出てくるだろうと、まあ、そこにかけまして、戦いの始まりです。はい、4週半共に過ごした環状線が出発です。外回り、もうずっとこの車両のお世話になりましたからね、まだ回り続けます。いやいやいや、ちょっと寂しいけどね。まあでもこっちにもあの生活がありますんで、はい、すいません。僕も必死に生きてますんで、一応人間なんでね、僕ご飯食べないとさすがに。そしてですね、すごいよ、僕の勘は見事的中。ドアトゥードアとはこのことやで。うん、おお、やっぱ美味しいな、ロッテリア。危なすぎる、はあ、間に合った。もうちょっとゆっくり食わしてくれよ。いや、メロンソーダ大量に残してしまった。やってしまった。いや、まあでもね、それ以外は美味しく全部食べました。フルポテト、ハンバーガーね。ただね、トイレ行くことができなかったんだよな。まあでもね、幸い用意はありません。うわ、かわいいな、遠足の子たちが。まだあれだな、大阪環状線の本当の怖さは知らないんだろうな。紀州路快速のね、和歌山方面御坊行きとかね。さあ、ということで、ついに大台の5周でございます。これから6周目。回りすぎてね、クラクラしてきそうですけど、まだ大丈夫です。調整はね、ちゃんと完了してますね、これは。さあ、ここから9周目、時刻は16時18分です。約6時間20分で8周、読み終わった。なかなか面白かったですね。この通り、大阪のビル群が紅に染まっております。これね、面白いのがパターンダイヤなんですよね。だからこの大阪環状線自体も、まあ、15分に1本この環状運転のやつが走ってて、その間に天王寺行きみたいなのが何本かあったり、阪和線方面から来た列車特急とかに追い抜かれたりするんですけども、一緒のところで一緒の列車に追いついて、また一緒の列車に、ね、追い抜かれていくということをします。なのでだんだん覚えられてきましたよ。日もね、だいぶ落ちてきました。9週半ちょっと耐えたんですけど、もうやばい、ちょっとね、トイレに行きたいんですね。はい、どこで取りに行こうかなと思ってたんですが、やっぱ人のできるだけ少ない駅で降りようということで、ちょうど今宮に着いたんですね。ここでちょっとトイレ休憩しようかな。何時間乗ってた？3時間ぐらいは？いや、もっとか。4、5週分ぐらいはね、この環状線にお世話になりましたよ。ひたすら回ってました、本当にね。17時32分から15分間です。いや、でもね、やっぱり名残惜しいな。2回目の引っ越しです。15分ね、15分後にまた環状する普通列車が来ますから、ちょっとこれまでトイレに行きたい。かつてね、この今宮も環状線は止まってなくて、関西本線の駅だけがありました。
あ、よかったよかった、構内にあったわトイレが。いやこれ改札の外だったら僕行けないんで、ルール上環状線のこの駅構内しかダメなんで。やばい、もうトイレ以外何もできねえよ。15分って短すぎんだろ。ちょっとこの環状線に乗っていないというね、この時間ですよ。僕が今日朝起きてからもうほとんどの時間は環状線の中ですから、飲み物もでも余ってんだよな。なんか栄養ドリンクとかいろいろ買いましたからね。まあいっか、あとねもう1回だけ休憩が取れます。15分間のね。だからその15分間で夕食を取らないといけないとで明日の朝10時までですから。また始まるよ、また始まる。頭がおかしくなりそうだ本当に。何をしてるんだろう、僕は何のために何のために生まれてきたんだろう。言ってるうちに323系普通列車到着。もういいよ、もうこれもう今日一日中見てるよ。いやかっこいいですよ、かっこいい、本当にすごい列車です。ここからさらにラッシュも加速していくことでしょう。2回目の15分休憩終わり。この電車は環状線外回り京橋鶴橋天王寺方面行きです。U ラッシュもね、だいたい落ち着いてきました。時刻がですね20時2分でございます。大阪環状線はなんと13周目に突入しております。ちゃんと僕乗り続けてますからね、信じてください、嘘はついてないです。時刻にして20時3分です。開始からちょうど10時間、列車は芦原橋に到着です。ラッシュもね落ち着いたんで、ちょっとお腹が空いてきましたね。あと1回だけ15分休憩が使えるから、どこでご飯食べるか考えないといけないな。ただね、さっきのロッテリアの教訓がありますんでね、15分だったらファストフードでさえちょっとしんどかったんですよ。だからね、なんかいいのあるかな。やっぱ、うどんとかがいいよな。これ、あ、これいいんじゃない。これ駅の中にあるのかな。あ、駅の中にあるな。これありだな。麺いいな。3回使える15分休憩最後です。よし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 、命の15分休憩開始です。もう振り返ることはしません。過去なんでね、過去は十何周しましたけど、未来も十何周多分これからすることになると思うんですけど、天王寺もね本当に便利なところですよ。構内改札の中にねカフェとかもいっぱいあったはず。ただ僕もねうどん屋さんは来たことがありまして、ここやな。よし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 、ここがね阪和線の出発ホームになってます。ここ折り返しの列車はここに集まるということになってるんですが、あったあった、麺屋天王寺、ここが僕の今日のご飯スポットね。でね、もうねここ来たら一択鳥天丼、これマジで美味しいんでおすすめ。ということでこちらが鳥天丼、なんと無料でスープ付きでございます。でね43分についてるんですね。だから7分経ってるからあと8分です。これが休憩時間ね。ただ8分以内に出ていく列車がね、ちょっとそれ見とかなあかんやな。0分発か、これ58分には環状線に入らないといけないですから、そういう意味ではね天王寺って確か停車時間が5分ぐらいあるんですよ。5分ぐらい停車するんで、この21時発のこれがね多分58分には入線してるはずなんで、もうだからなんとかこれをですねすぐ食べきれば大丈夫だな。やばすぎるやばすぎるやばすぎる、ごめんなさい、カメラを回す暇がないわ。ちょ、飲み物が買えなかった。とりあえずね水はちょっと飲んだんですけど、なんとかなるかな。なんでこんなことしてんの。そんな悪いことしたかな。誰が考えたんだこの企画本当。なかなか混んでます。なんとか58分にはね環状線の中に戻ってくることができました。見えるかな、58分。危なすぎるよ。これで15分の休憩終了でございます。通天閣のライトアップもねあまり遅すぎると見られませんからね、もう終わってしまうんで。これが夜の通天閣です。いいね、ネオンが輝く。日立って書いてありますね。おお、そしてちょっと見てください見てください、これやばい列車来たぞ。寝過ごしたら大変なことになります。奇襲時快速ごぼう行きはこれちょうどこの時間なんだ。時刻はですね22時30分を回りました。
24時間生活、10時に開始してから12時間と30分ということで、やっと折り返しです半分、ついに半分ですが、今16周目、次大阪に帰ったら16周です。次が天王寺。だいぶね、でも車内もねゆとりが出てきましたよ。これはお客さんもどんどん少なくなっていくと思います。わー、ロッテリア閉まってるわ。もう完全に店じまいでございます。マジか。17周目に入ってるんですけども、あのね、酔っ払いの人がねちょっと何人か出てきましたね。酔っ払いの人自体は多分24時間どっかにはいると思うんですけど、環状線の中でこううとうととですね眠るような感じ。待って、ここでねついにこれ行き先が出ましたよ。ずっとこれなんちゃら方面なんちゃら方面ってやってきたわけですが、行き止まりが見えたのが分かると思います。西九条大阪方面京橋行き。マジか、この列車京橋で止まるんだ。とりあえずねこの終点の京橋まで行こうと思います。で京橋まで行って、もうその先に列車が何もなかったら、そこでですね次の、始発を待つべくですね、ただちょっとある乗り物を手配してるんで、結局明日の始発までは環状し続けるということにはなるんですが、さらに一駅でも遠くに行く列車があったらそっちに乗ります。大丈夫かな。あの僕の近くの人2人くらいなんかずっと1周半ぐらい一緒に乗ってる気がするんですけど、いやそんなことはさすがにないか。ついにですね、この一日中回り続けていた環状線も、この列車に関しては大阪これ最後ですね。京橋行きなんで。着いた大阪。すごい、東海道線の時刻表見てもほら、もう西に行くやつはこれ0時、ジャストの新快速が最後です。今日聞く18回目か19回目のやっぱスキャネが流れました。京橋行きの前に天王寺行くやつがあるから、天王寺まで行けそうだな、後続に乗り継げば。これにてこの列車の営業は終了です。ただ僕はですね、あのひたすら24時間ということなんで、ちょっとでも先に行ける列車に乗っていきます。日付が変わるちょうど直前でございます。天王寺行き。天王寺までは行けるな。すごい、この8両編成の車内大量の酔っ払いの人がいまして、今一斉摘発が行われています。いやこれ大変な作業だな。清掃員の方がねもうすごい続々とね、あのなんていうの、各ドアからですね抱えられながらですね酔っ払いの方々が出てきます。これはね僕お酒飲めないんでちょっとわからないんですけど、なんかちょっと体調悪かったのか、なんか嫌なことあっていっぱいお酒飲んじゃったんですかね。お酒の管理とかねちょっとちゃんとしたいなって思いますよね、こういうの見ると。天王寺まで、あすごいな、今度は先と打って変わって超満員でございます。環状線って本当もう空席が目立つ時間帯とか区間ってほんの一握りですね。ずっと乗ってますけど大体人がいるわ。さあさあ、天王寺まで行ったら 17.5 周ですからね。まだ行きます、まだ行きます。なんかでも実家のような安心感ですね。ちょっと寒い時にプール入ったらなんかあったかく感じるの分かります、その感じですねもうね体が慣れてしまってはこの環状線に着いちゃったよ。いや列車は天王寺に到着です。時刻0時12分。これで10時から始めて 17.5 周目、ちょうど半分まで来ました。もうまた案の定車内に人がいる大丈夫、いや大変だなこれ。いやいやいや、どうだろう、ディスプレイがあれか。さあどうだ、こっから、あこれは外回り新今宮西九条大阪方面、ついに途絶えたか。これ本日の運転は終了ということで、0時12分、意外と思ってたより早かったですね。もうちょっと走ってるかと思ったけど、 17.5 周、午前10時から始めてですよ。この時点でもうね外回り、これ以上先に進む列車がなくなりましたね。つまりこれが終電です。
明日の朝10時までのチャレンジなんで、まだね、まだあの9時間40分残ってるんですよ。で、とりあえず明日のこれね、始発ちょっとこれ見とこう。ないなこれ、ちょっと待ってくださいね。環状線本数が多すぎてこれ時刻表ないわないやん天王寺からのね、あでも始発めちゃめちゃ早い。朝4時52分の環状運転の列車が、これが始発になってますこれやな。何お前寝る気かと。違います、安心してください。そんなね、僕には暇はありません。24時間環状するんでね、ちょっとね、あの改札の外にね来てっていう風に言われてるんで、ちょっと移動していきたいと思います。あ、大阪はすみません、エスカレーター右でしたここまでですね、朝10時から改札ないんでずっとね本当にいたわけですが、ついにホタルの光も流れまして改札の外に出ました。そうは言ってもね、終電が終わったらこれはね、むやみに中にいるっていうのはね、萌え金さんにとって迷惑です。これは絶対にねやらない方がいい。もうまずは外に出ました。今日は京阪神エリアのパスを使ってましたんで問題なく、26日、もう日付変わったんで今日まで有効、1300円ということです。だから1300円払えばこれ2日間環状線住めるということなんだなここだけしか必要なかったわけですが、まあ、これがね明日も使えるということですまだまだ全然あの僕休めませんのでね、よいしょ、乗り換えでございます。これでいいんかな、これちょっと見慣れない車なんやけど、ちょっと待って、うん、あちょっと待って、ああた環状線外回これや、悪徳環状線やあ、いいですか、あすいません、お願いします、お願いします、あの危険ですので釣り革をお持ちくださいいやこれの方が危険やろこれどうすんのこれ。一応明日の始発が4時52分なんですよ、うん、天王寺からということで、はい、その時間までノンストップですはい。外回りし続ける、はい、ずっと走りますお願いします、はい、それでは、はい、お願いします、出発進行。ちょっと何周できるかやな、車やったら。ちょっとあの外回りと同じルートで、すいません、よろしくお願いいたします。ノンストップで、ノンストップでマクドナルド駅作って、次は新今宮です誰が乗り降りするんだ。いや来ましたね大阪、うん、駅通りながら、これちょうどだから福島インターですよね、これ大阪の、はい出た、ビル貫通してるところ、ね、そして奥に見えたのが大阪です。もうさ、進んでも進んでもさ、見たことある景色が流れてくる。でもどうよ、あんた一番今まで乗った中で快適なんちゃう、これが間違いないですでしょちょっとあの建物やばくないTikToker が使ってる照明みたいなねあの建物だけ元気やな。何、日本一ブラックな企業もしかして違うあんなことある。これで18周目、次が大阪城公園、見えるかな、もうね、あー見えた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 、大阪城が見えた。もうライトアップ完全に終わっております。もう見せる気ゼロですこれ。信号で止まったんでね、これが大阪城です。まあ、ずっと外回りしてたんで、進行右側にね、何回か大阪城見えてましたが。いや、これちょっと怖いな。すごい。ラスボス感がありますね。これがね、森の宮。次、玉造りですね。玉造りですね。はい、この辺りそうですね。玉造りですね。なんで玉造りって言うやろ？これは玉造り、あ、いい質問やね。玉造りはもうその名の通りなんや、これ。昔、鉄砲の玉作ってたよ。あ、そういうことだから玉、まあ、知らんけど。調べてください。降りろ、お前。降りろ、今、まあ。答えはここに書いてあります。もうや。ああ降ろすぞ、お前、この野郎。まあ、編集の手間増やしていくっていう。こいつ、ほんまに。多分そうやと思うけどな、玉造り。絶対違うやろ、お前。ということで、時刻がですね、ただいま2時半でございます。結構時間かかるな、やっぱ。なあ。列車だったらそう40分なんですけど、今寺田町ですね、これ天王寺の一駅手前です、うん、で奥の方に見えましたアベノハルカスです。基本的にね、もう大阪環状線に沿うようにずっと走ってきたんですよ。だから結構いろんな信号に引っかかったよな。そう、1時間2時間弱ぐらいかかってるのか、一周道も入り組んでかしね、だいぶかかりますね。これだからこの時間でこれなんで、まあ、皆さんね24時間大阪環状線生活、まあ、される際はちょっと気をつけてください。ここだけ、はい、気をつけてください、はい間もなく天王寺ちょ待ってセルフないそこセルフない、間もなく天王寺天王寺です。お出口はありません。で英語はじゃあ NEXT って言う、
The next stop is 天王寺。アホか。もう深夜テンションすぎてもうごめん、これで笑ってまうわ。もう頭おかしくないぞほんまに。はい、ということで天王寺到着でございます。ありがとうございます。おい、19周目です。何寝てんだよ。おい、何寝てんだ。うん、マジで寝てんじゃねえよ。一個言っていい。はい。俺夢の中で感情してたわ。ほら、はい、流れました。はい、まもなく大阪大阪お出口はございません。俺を殺してくれ。大阪うるうるさ。あちゃんちゃちゃんちゃちゃん、あちゃんちゃ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 ちゃちゃん、俺を殺してくれ。もういい、左に曲がってくれ。感情しないでくれ。左に曲がったら内回りのためのスタートやで。頭おかしくないぞ。ご乗車ありがとうございました。まもなく天王寺、天王寺です。4時52分発大阪環状線外回り、ご利用のお客様お乗り換えください。なおこの電車は天王寺到着後回送となりますのでご注意ください。ご注意ください。じゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん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 、うん、やじやじ。まもなく天王寺、天王寺です。ご乗車ありがとうございました。さっさと降りろ、さっさと降りろクソ野郎。しかもなんかちょうどいい感じの時間、2周、え、ちゃう、え、何周した、この車でですね、2周か、だから2周しました。もうええって、芸が細かいで謎に。バイバイじゃないんだよ、回想になるな、回想に。うわ、車庫に引き上げていきました。え、ちょうど2周したんか。もうちょっと急いだらもしかしたら早く行けるのかもしれないですけど、2周することができましたね。基本的に環状線に沿うように走ってきたと思います。正直僕ほとんど寝てたんで覚えてないんですけど、もうこれ以上はちょっとね、健康に支障が出るな、これ間違いない。とりあえず52分が始発だったと思うので、まあ、これに乗りますか。見てください、賑わいを見せております天王寺です。さあ今日もこのフリーキップにお世話になります。すごい、5時11分とかんだな。これか、環状線外回り普通、4時52分発の大阪方面行きです。14番線から出発。止まってる止まってる。さあ今日も、今日とて僕の住まいでございます。4時52分の、やばいやばいやばい、出る。環状線普通に乗りましょう。おお、ゆっくりと動き出しました。さあ今日も環状線が目覚めました。これが一生ループしてんだ。僕昨日の10時からずっとずっと回り続けてるんでね、感覚がおかしくなりそうです。 JR 南波行きはお乗り換えです。列車とホームの間が少々空いているところ。皆さんおはようございます。どういうことって思われるかもしれませんが、ですね、天王寺で僕環状線に4時52分発の乗りまして3周しました。そこからもうね、ぐっすり眠ることができましたね。目覚めの朝でございます。環状線で寝て環状線で起きる朝、危なかった。このね、3周目からはですね、なんとこれね、トラップ車両でした、罠でした。これね、3周したら今度はずっと僕外回り回ってたんですけど、こっからですね、ほら鶴橋京橋方面、突然ですね、これ外回りから天王寺を境にですね、内回りに変貌を遂げるヤバい列車でしたね。時刻は朝の7時17分でございます。もうでもね、ゆっくりしてる場合じゃないんで、これ次来るんで、外回りの普通列車ね、これに乗り換えます。もうでもね、ゴールは目の前ですよ。24時間テレビだったら、そろそろこれ負けないでが流れ始める頃だよな。今のところね、こんな感じ。23周目に差し掛かってます。お、ちょっと待って、マジ？マジか。これもう10時までもしかしてずっと走り続けるのかな？ちょっとわかんない。どうなるかわかんないんですが。マリオじゃないか。完全にね、これはもうスーパースター状態でございます。こんなぴったりとくっついた並走が見られるんだ。
23周もしてたらいろんなことがありますね。おー、なかなかのデッドヒートですよ。また着いた大阪です。ここのね、ちょっと朝の大阪城見とこう。これ いいね、見えた見えた、かっこいいな。太陽にちょっと照らされてね、シルエットが浮かんでましたね。ということでですね、今日は始発から乗ってるということもあって、これ2回目ですね、天王寺で降りるの。もう天王寺止まりになっちゃうから、もう仕方ないんだよな、ずっと乗っておきたいんですけども、永遠に全ての列車がループし続けるわけではありません。もうこれはね、あと1周ぐらいかな。時刻は9時を回りました。9時2分、ちょっと遅れててですね、本当は59分の外回りの列車がここから出てたんですけど、それに間に合うことができなかったんで、次は11分だそうです。5分ぐらい待ちます。ここまで23時間大阪を回る、大阪の要環状線に乗り続けて24周、25周目に入ろうかというところです。ラストスパート、本当の最後の列車、もうこれが最後だろう。いや、もう最後であってほしい。このですね、もう我が家とも言うべき大阪環状線323系登場です。もう何回乗ったよ。今日も4時52分から乗り続けまして、ぐるぐると回り続けております。もうちょっと外回り、内回りにちょっと乗らないとな。これはなんか平行感覚がおかしくなりそうだ。1周約40分ということなんで、もう1回くらい天王寺には来れるかなと思いますが、さあどうか、どこまで行けるかですね。もうあとは運命に任せるしかありません。さあ、そして25周目、進行左にはサンダーバードです。やっぱ東海道線も混んでんだな。混雑してるのは環状線だけではありません。これ多分抑止を今食らってる状態ですね。ホームに入れないんだ。いや、この24時間はね、本当にいろんなことがありました。いろんなことというか、起こったことすべてが環状線の中ですから、そう考えたらやっぱりすごいなっていうね。これ以上密度の濃い環状線ライフを今後僕人生で送れるかって言ったら、ちょっと自信ないんでね。うん、ほぼ環状線に引っ越ししたようなもんですから、ここね、大阪城もう完全にスポットまで抑えてしまっております。どこで何が見えるか把握済み。そしてなんと大阪環状線に乗りまして、南側天王寺に着きました。関西線阪和線と再び合流して、時刻は9時56分でございます。これはもうここかな。5分くらい多分停車するでしょう。どうかな。神はまだ僕を許してくれなかった。1分停車って嘘だろ。おい、もういい感じやったやん。今キリいい感じでさ、 25.5 周やって思ったら、まだ58分です。あと2分あります。これはちょっとね、もしまあ好評ならですよ、好評なら山手線でもやりたいんですけど、24時間企画ね。これはこんなん軽はずみにやるもんじゃないわ。ちょっと足パンパンですよ、本当にびっくりするぐらい腫れてる。9分、よし、あと1分、24時間。もう一刻も早く改札を出たい。やっぱ人間いかに自由が大事なのかっていうのがね、改めて感じることができましたよ。ゆっくりと滑り込みます。新今宮です。1来た10時出所や。
完全に。いやこれはまあ好き好んで僕がいただけなんですが、いやついに10月26日時刻は10時を回りました。24時間大阪環状線生活これにて完結。うますぎる、外の空気がうますぎる。うん、もうまさに新世界ね。あ、うまい。これうまい。座布団3枚やろこれ、山田くんこれ。え、ただですね、24時間生活終わろうともなお323系大阪環状線はこの大阪を回り続けます。朝から晩まで、いや本当にすごい。これはもう環状線のみならずですよ、いろんな区間で。やっぱり鉄道は人々の足として欠かせない乗り物です。そんな重要な区間にですね、年から年中安心安全な鉄道が張り巡らされているっていうのがね、鉄道大国日本と言われますが、当たり前のことではないということです。ちょうど何回線もこの上のところ、これもすごいんですよ。高野山からね、山を登って、そして大阪とこの高野山を結んでいる、そういう特急列車です。改めてですね、今回24時間大阪環状線生活ということで、昨日の午前10時から本日午前10時までに渡りまして、ひたすらこの環状線構内をですね回り続けると、まあ、休憩もねしっかり取りました。15分休憩を3回と、まあ、しっかりなのかちょっと分かんないですが、あとは終電から始発までの間は車に乗ってですね、これは2周しましたね。全部合わせて今回は 25.5 周ですね。これが僕がこう大阪環状線をぐるぐる回り続けた記録になります。でこのうち2周は車でやってるんで、鉄道を使ってね、環状線本当にレールの上を走った記録でいうと 23.5 周ぐらいだいたいできるということですね、24時間あれば。で調べたら分かるかもしれないんですが、ただやっぱり実際にやってみないとね、うん、分かんないところもあるじゃないですか。こうやって途中遅延したりっていうのも起こったりしますんでね、我こそはねこれ記録超えられるんじゃないかという方いらっしゃいましたら、一応僕25.5 周なんで24時間でね、ぜひ、概要欄の方までですね、僕は、何周しましたっていうのを皆さんやっていただいて、くれぐれもあの体には気をつけていただいてですね、チャレンジしていただければなというふうに思っております。ということでこの動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。これはしんどかった。